久保さん。いや、確かにね、本当にね、まあ、うん、的を得てたと思いますね。あのー、今の僕があるのは間違いなくうん、前の会社で揉まれたからなんですよ。ただ、久保さん、的を得たのは、的を得られるのは一人だけなんですよ。<laughs> まあ、最終的に残ったのは僕一人でしたからね。うん、一番その立ち上げ当初、 まあ会社がどんどん大きくなっていく過程の中でいろんな過程がありますけどもみんな辞めるっつってね辞めてって僕一人しか残らなかったしでそっからまた増えてまたいなくなったりとかいろいろありましたけどまあ僕もね最終的には抜けましたけどもうんまあ僕以上に働く人も出てこないだろうし僕以上なんだ会社に貢献会社に貢献するというかんだろうなうん会社に心底 人人生を捧げる人は出てこないいと思いますね、うん、あんだけ泊ま,まり込みしてあんだけや,やるっていうのはうんそううんなんかねまあこれねすげえ昔の話なんですけど2ちゃんに書かれたことがあってあのなんだまあその通りだなっていう。 その通りだなっていうのがあって、うん、あの僕の,あの生きがいはその時の生きがいは社長に褒められることが生きがいだったんで <laughs>、うん、社長に認めてもらう社長が笑顔になる社長が喜んでくれるまあそれは売り上げ上げることなんでうん だからそのために頑張ってたみたいな感じですね。自分のためというか、社長の、なんかその、笑顔のために、喜ぶために頑張ってたっていうのがありますよね。まあ、そんなようなことを2チャンネルにも書かれていて <laughs> そう。まあ、でもねそ、それがあったから今があるんで、もし、あの時うーん。 心底をやってなかった今ないですからね。本当に。うん。まあいろいろ思うところはう本当に多々ありましたけど、一番の仕事の喜びはそこだったんで。うん。だしも、モチベーションはやっぱなんだろうな。 まあ僕が一番の多分ファンだったと思いますね。だから塾の講義とかもまあ僕がカメラ回して僕が編集して僕がブログにコピー書いてメルマークコピー書いてとかしてましたけど多分一番見たんじゃないかなと思いますね。ずっと夜中ずっと編集しながらまあ動画ね、塾の講義聞僕が聞いてましたから。<laughs> うん。まあ、やっぱすごいなと。やっぱおもろいなと。 うん、人をこう、魅了する人をこう、なんだ、引き込むパワーあるなあっていうのは、すごく感じましたよね。うん。そう。うん。はい。まあ、ということで、でも、的を得るのは一人だけですから。<laughs> <laughs> でも、まあ、結果論ですけどね、結果、まあ、過去が良かったって言えるのは、今、 乗り切ってきたからだけであってもし僕が乗り切れなかったら多分過去の話は苦い過去のままでしょうねだから過去を変えまあ今回どうでしようかな過去は変えられるにしましょうかまあ久保さんもそうなんですけど久保さんも今こうだからいや麻雀店のおっさんだったんですよ借金まみれのおっさんだったんですよっていうそのすごく物語のストーリーとして語れるけども まあ今も借金まみれでねあのー、あれだったら多分そんな流暢に言えないと思いますしねうんそう乗り切ってきたからこそ過去がうん、過去の意味付けが変わったっていううん、 そうタイムマシンに戻って本当の,その過去を変えることはできないけど過去の意味付けは変えられるんですよ過去は変えられるっていうのはタイムマシンに乗って過去を変えるってわけじゃなくて過去はどういうふうに生きてきたのかどんなことをやってきたのかそこに対しての意味付けを今変えることができるってことですね今が今を変える今を変えることによって今の結果を出すことによって過去の、えー、結果の意味付けを変えられるとでその意味付けを変えることによって なんださらに未来もどんどん変えていけることができると。うんう。でも多くの人は過去の奴隷ですよね。過去の奴隷ってどういうことかっていうと、まあ過去の奴隷のとこにしようかな。どうしようかなタイトル。まあ、過去の奴隷ってどういうことかっていうと、今までこうだったからこうだっていうね。 今までやったことがないから私にはできないとかね、今までこうだからこうだっていうね、要は過去に生きてるんですよ。未来を生き未来に向かって、未来に向かって歩んでるようで、過去の奴隷ですね。そう。過去こうだったからこうっていう。私にはできない、どうせ無理っていう。どうせ無理っていうのは過去やってこなかったからどうせ無理。やったことがない、過去やったことがないからどうせ無理。な話ですよね。 うん、だから過去の奴隷ですねほとんどの人がだから未来を生きてるようで、えー過,去をきずまあ、過去を引きずってはいないけど過去の過去の概念過去の価値観のまま生きてるというかうん大抵の人はそんな感じですね、うん、だからこの過去の意味付けを変えられる人ってやっぱ未来に 挑戦してきてその挑戦をこう乗り越えてきた人じゃないですかね。うん。いってらっしゃい。